なんかあんまりこう、なんて言うんだろう、不自然なことをやりすぎると、結局人間の力でこうバランスを崩してしまうことにより、うん、これってこうワクチンだけの問題じゃなくて、今世の中でやろうとしている先ほどの CO2 削減だったりとか、なんかそういうエネルギーの問題だったり、そういうのも全部怖いですよね。もうちょっと大きい目で自然とは何かとか、あの、そう、 すごくあの自然とは何か、それか免疫とは何かとかね、うん、もう、うん、あの本当にね、これね、これ、まあ、ヨーロッパのね、うん、欧米人の思考って、うん、もう昔から思ってるんだけど、うん、あの先見思考、リーダーだなと思う。こうだからこう、こうだからこう、こうだからこう、はい、だからここを遮断するんだってね、うん、でもね、自然界ってリーダーじゃないよ、ネットワークだよ、うんうん、ネットワークですよ、うん、明らかにあのどこどこをやったらどこどこに影響を与えるんですよ。必ずここをこう、ここ強くしたらこっちがおかしくなるとかね、うん、それが分かってないんですよね。だから僕ね、漢方の方が正しいと思いますね。漢方、うん、あ、そうですね、そう、あの全体を見ることが、あのこの欧米人の考え方 の、うん、あの欠点じゃないですか、うん、だからそれを修正するためにまたいろんな、一回嘘をつくとまた嘘をつき続けなきゃいけないのと一緒で、うん、なんかそういうのに似て、なんかそれを救うのはやっぱ東洋的思想なんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、もともと日本はこう神道の考え方というか、非常にこう調和とかバランスとかそういうものを考えてた、まあ、自然と共に生きるじゃないけど、自然の中に生かされているっていう考え方があったので、やっぱり日本ならではのこう考え方をやっていかないと、海外のそういうもの思想を入れるともったいないですよね。もったいない。なんか日本のいいものが全部失われていってるような気がして、うん、今おそらく僕この、うん、あの日本ってやっぱり自然が素晴らしくて、うん、で自然と共に生きるっていう発想があったんですよね、うん、はい、これがね、面白いことにね、まああんまり言えない、まあ、エジプト人がいまして、エジプトから日本に住んでる人がいて、はい、うん、でね、すごくあの家のところにすごい木とかあって、うん、あの地面もあったんだけど、うん、なんとあの木を、あの桜の木をバーンと切って、はい、でコンクリで埋めたんですよ、はい、で何をしてるんだと思うんですけどね、はい、でもあの彼らはね、過酷なところで生きてるわけですよ、砂漠 で、はいはい、で彼らはそれに対抗するためにあの、うん、人工的なもので固めてるわけ、はいはい、なのでそういう人たちはそういう発想になるんだなと思ったら、だから日本って本当にね、自然の中で暮らすのが一般的だったので、うん、自然との調和っていうのはやっぱりこう、はい、身についてんだなと思った。でこれはやっぱりあの世界を救う考えになるんじゃないかなと思ってるんですけどね、うんうん、そうですよね。自分はこうね、その日本に住んでるってことはあんまり意識してないんですけど、うん、やっぱり日本的な考えっていうのはやっぱりもう勝手に身についてますよね、うん、でやっぱこれは僕、日本の方が僕正しいんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、少なくともどっちが正しいかっていうのがね、それぞれの考え方があったとしても、日本には日本の正しさはあるというか、うん、だからそこをやっぱり忘れない人が増えないと怖いですよね、うん、まあ、僕は宗教をやってるわけじゃないんですけど、うん、やっぱり死生観とか宗教っていうのも大事だと思ってて、うん、もっとね、日本はもうちょっと自分がどういう考え、うん、姿勢か持ってるのかって、うん、もうちょっともう一回深くね、うん、考えた方がいいと思います、うん、あのまあ、仏教がいいっていうわけじゃないんですけど、うん、あの僕はあの結果的に仏教だったんですね、うん、僕は何教か分かんなかったんですよ。で、はい、実家はね、日蓮なんですね、はい、で、あ、日蓮、あ、実家とか、あの実家日蓮だけど、だから両親はね、あのキリスト教の洗礼を受けてるんですよ。あ、はいはい、だからキリスト教なのかなと思うんですけど、はい、でもあのお葬式は、はい、仏教でやりました、はい。で自分は自分で宗教を決めようと思って、はい、で40歳の時に俺は50まで宗教を決めるんだと思って、うん、でいろいろ勉強したんですよ、うん、で結局何やかんやって自分に合うのは仏教でした。なので仏教になっちゃったんですけどね、うんうん、で仏教もあの浄土宗にしたんですよね、うん、もう適当です、浄土宗、はい、最初はあの、まあ、日蓮もあったし、うん、臨済宗、それから曹洞宗とかあるんだけど、うん、はい、結局自分の心に合うのは浄土宗やなと思って、浄土宗、浄土真宗でもいいんですけど、浄土宗になったんですよね、うんうん、で、まあ、それでいろいろ勉強してって、まあ、死生観もね変わってったところがあります、はい、南無阿弥陀仏と唱えている方がいいよねって話ですね。僕好きなんですよ、はい、
いや、それが正しいか正しくないか分かんないんですけど、うん、あの僕はもう神様に任せとった方がいいと思うんですよ。いやでもね、僕もそれはすごく思います。はい、もうね、もう僕たちもう生身ダンス、神様よろしくお願いしますだけでいいと思いますけどね。結局未来のことって分からないですもんね。だから今自分ができることを精一杯やることしか自分にはできない、うん、でもう、うん、それであの自分の心に素直になってやっていって、うん、で最後死ぬと、うんうん、